よう、散歩か。俺はほら、エンツィオの散歩だ。お、付き合ってくれんのか。悪いな、話し相手がいねえと暇でな。部下も置いてきたし、エンツィオは返事しねえしな。10代目、遅れてすいません。ちょっとそこで喧嘩売られたもんで、ぶっ倒してたら時間食っちゃいました。は、申し訳ありません。10代目、以後十分に気をつけるっす。10代目、今日はいつもと違って厳しいっすね。でも俺はそんな厳しい10代目も好きっす。10代目がどんなスタイルのボスになろうと、俺はどこまでもついていきます。どうかしました10代目。俺10代目の欲しいものなら何でも買いますよ。から妙にファミリーの基本的なことばかり言ってませんか、10代目。はっ、分かったっす。10代目の右腕に俺がふさわしいかどうか、俺をチェックしてるんですね。さすがっす。何事も基礎知識が重要ってことを10代目は他の誰よりも分かってますね。こうなったらとことん答えますよ。じゃんじゃん聞いてください。全然信用ならねえっすね。あいつなら地獄に落ちても俺たちを襲いに戻ってきそう。まあ、俺の方がムクロより千倍強いっすけどね。ああやって強さをうちに秘めてるふりしてるやつって案外弱いっすよ。本当に強いやつは俺みたいにいつでも守るべき人のそばでフルパワーで精一杯戦うんですよ。他にも質問ありますか。何でも答えるっすよ。アホなっすか。どうもこうもないっすよ。10
邪魔で邪魔でしょうがねえっすね。だいたい十代目のそばにくっついているのが気に食わねえっす。十代目の一番の側近は俺です。俺には当てはまらないっす。何でもお申し付けください、十代目。それはどういう意図っすか。そうっすね、まあ俺と十代目の絆は世界一、いや宇宙一っす。確かにそうですが、十代目の頼みを断るわけにはいかねえ。でもこの件はちょっと、悩むっす。考えすぎて頭が痛くなってきた。もう何もかも吹っ飛んでしまえ。なあ、ハリケーンボム。すっきりしたぜ。10代目、すいません、俺はなんてことを。今すぐに送ります。ほらタクシー止まれ。よう、散歩か。俺はほら、エンツィオの散歩だ。おお、そういや、この間リボーンのやつとそこですれ違ってな。あいつ、人混みの中で立ったまま昼寝してやがんだよ。でな。おい、エンツィオ、そんなに引っ張るな。悪い、また今度な。おっと、エクセレル。楽しませたね。やってやるぜ。行くぜ。死ぬ気で暗殺。何しやがるてめえ。俺のこれとお前のそれ、この取引でどうだ。価値としては同レベルだな。しかもそれぞれ持っていないものが手に入ってお互いプラス。よし、取引成立だ。やったー、俺このカード欲しかったんだ。俺もこれで全種類カードが揃うよ。
るだけで幸せな気分になっちゃうね。本当だね。私カロリー気にしなかったらあのケーキ何個でも食べれる。私あれ食べたい。オッケー、じゃあ取ってくるね。
お前は？なんだ、お前かよ。俺は男は見ねえって言ってるだろ。何度言ったらわかんだ。帰った帰った。ったくしつけえな。見たところピンピンしてんじゃねえか。今悪いのは頭くれえじゃねえのか。おいおい、物騒な世の中だね。おお、自覚症状はあるんだな。なら十分だ。おだいじに。おいおい、物騒な世の中だ。買い物に夢中になってたのか。財布落としただろう。だろ。ここだぜ。ほら、金の財布と銀の財布、どっちがツナの財布だ。俺はツナの足元に2つ落ちてたのを見つけたんだ。どっちがお前のかまでは分からなかった。ツナ、よく正直に答えたな。お前の財布はこのボロい財布だ。ほら、ティーノさん。すまん。ティーノさん、俺の財布見ませんでしたか。ここら辺で落としたんです。すまんが二人。くっ、俺がいる。財布を俺が返してくれた。意味わかんねえ。さては最近噂のジャパニーズ忍者だな。待て。